フランスのスポーツでは、フランスのスポーツ事情について記述する。また、競技そのものに関する詳細な記述に関しては個別の項目を参照のこと。サッカーにおいてもフランスは、欧州でも競合国として知られ、サッカーフランス代表は、過去に FIFA フフワールドカップで、優勝2回、準優勝1回、UEFA 欧州選手権では、 優勝2回、準優勝1回の成績を残している。フランス国内リーグのトップカテゴリーであるリーグンには、パリ・サンジェルマン FC、オリンピック・マル・セイユ、オリンピック・リオンなどの競合クラブが所属している。また、隣国のモナコから参戦しているエース、モナコも、競合クラブに数えられている。しかしリーグンは、プレミアリーグ・リーガ・エスパニョーラ・ブンデス・リーガ・セリエで、 構成される四大リーグに次ぐリーグレベルであると見られることが多い。そのため、ジネディーヌ・ジダン、ティエリ・アンリ、カリム・ベンゼマなどに代表されるように、近年の有名選手が国外のリーグでプレーするケースが多くなっている。UEFA チャンピオンズリーグでの優勝は2019年、現在1993年のオリンピックマル声優が唯一である。トニー・パーカー。近年は、 数多くの NBA 選手を輩出しており、中でも NBA 史上初の外国人選手のファイナル、MVP 受賞者となったトニー・パーカーが有名である。国内には LNB と呼ばれるプロバスケットボールリーグがある。リーグ自体のレベルはスペインリーグやギリシャリーグよりは落ちると言われているが、国立体育スポーツ研究センターの存在により、選手個々の育成レベルは 非常に高く、数多くの NBA 選手を輩出している。代表はこれまでに、オリンピック出場6回、世界選手権、出場5回を誇る。2000年シドニー五輪では2度目の銀メダルを獲得。決勝戦で、ドリームチーム4と呼ばれたアメリカ代表を、あと一歩のところまで追い詰め、それまでの、アメリカ圧勝の図式を崩した。この苦戦を機に、 ドリームチームという名前は使用されなくなった。バスケットボール、欧州選手権では、過去銀メダル1個、銅メダル5個を獲得している。近年では2005年に、銅メダルを獲得した。ただ、代表チームの課題は、NBA 選手が多いため、オフシーズンの代表招集に主力が全員揃わない、傾向にある。代表チームのニックネームは、レブルーである。ベルナールイノー。 フランスは、現存する記録では、世界最古の自転車レースが行われた国である。1869年に行われたパリ・ルアンは、ロードレース最古のレースと言われている。この二つの事実により、自転車競技発祥の地という見方もできる。加えて、ロードレースでは、1891年に、ボルドー・パリと、パリ・ブレスト・パリ、1896年に、パリ・ルーベ、 1903年にツール・ド・フランスをトラックレースでは、1894年にグランプリ・ド・パリといった国際レースを誕生させ、黎明期から今日に至るまで、世界の自転車競技会を牽引する役割を果たしている。とりわけツール・ド・フランスは、世界的な人気を博し、夏季オリンピック、FIFA ワールドカップと並ぶ、世界的スポーツ大会と称する人も少なくない。 著名な自転車選手も埋挙に暇がないが、ツールドフランスで5回の総合優勝を果たした、ジャック・アンク・ティルとベルナール・イノーの二人は、特に、フランスを代表する自転車選手として、世界的に有名である。また、49歳10ヶ月の年齢で出場した、北京オリンピックで4位入賞を果たし、今なお現役を続ける女子のジャニー・ロンゴも、 同様に当国の代表的選手である。トラックレースでは、ポール・マソン、ダニエル・モレロン、アルノー・トゥルナン、女子のフェリシア・バランジェ。マウンテンバイクでは、ジュリアン・アプサロンや、女子のアンヌ・カロリーヌ・ショソンが著名な選手として挙げられる。フランスは、競馬も盛んであり、馬券の配当決定方式の一つである、パリミューチュエル方式にも名を残す。毎年10月に、 パリロンシャン競馬場で開催される外戦門賞はヨーロッパ最強馬を決めるレースとして有名であるほか GI 競争も多数開催されるフランスではモータースポーツも盛んで世界三大レースの一つとして知られるルマン24時間レースや F1 フランスグランプリなど国内では数多くのレースが開催される国際自動車連盟の本部も現在パリ市内の コンコルド広場に置かれている。レーシングドライバーとしては、フランス人として、初の F1 ワールドチャンピオンとなったアラン・プロストが、特に有名である。プロストの他にも、フランソワセベール、ルネアル・ヌー、ジャン・アレジ、オリビエ・パニス、エリック・コマスなど過去に、多数の F1 ドライバーを輩出している。ラリーの世界でも、世界ラリー選手権で5年連続シリーズチャンピオンを、 獲得し、現在 WRC 最多勝記録を持つ、セバスチャン・ローブをはじめとして、同じく、WRC チャンピオン経験者のディディオリオール、ダカール・ラリー優勝経験のあるステファン・ペテランセルや、リュック・アルファン、ダカール・ラリーに加え、スポーツカー世界選手権でも活躍した、ジャン・ルイッシュ・レッサーなど、有名ドライバーは、枚挙に暇がない。 シックス・ネーションズ・チャンピオンシップ2007でウェールズと対戦するフランス。ラグビーユニオンは1870年代初頭にイギリス人外交官によって初めてフランスに導入された。全国的にはサッカーの方がはるかに人気があるのに対してラグビーユニオンは国の南半分、特にトゥールーズ周辺、フランス領バスク、カタロニアでは優勢である。 登録選手数という点では、フランスのチームスポーツで第7位であり、2014年の登録選手数は36万847人だった。フランスには1737のクラブがあり、登録選手数の数は近年に著しく増加している。競技人口では、サッカー、テニスに及ばないが、球技スポーツの人気においてはサッカーに次ぎ、 特に南部ではサッカーをしのぐほどである。プロリーグフランス選手権トップ14のスタッド・トゥールーザンとスタッド・フランセの試合はフランスのプロスポーツにおいて最も観客を集める試合の一つとなっている。ナショナルチームはワールドラグビーのティア1である。毎年2月から行われる国別対抗戦6ネーションズはその長い歴史の中でフランスにおける 年間のスポーツカレンダーに定着しており、国民的イベントの一つになっている。シックスネーションズでは、前身大会も含めこれまで16回の優勝を果たしている。2010年のシックスネーションズでは、フランス代表は全勝優勝を果たし、優勝を決した、イングランド戦ではスタッド・ド・フランスの最多観客動員記録を更新した。ワールドカップは、 1> 第1回から全大会に出場しており、2007年には開催国にもなっているが、優勝は未だなく、最高位は2度の準優勝である。もともと富裕層や高学歴の学生を中心にプレーされていたため、グランゼコールを卒業した選手や引退後は、ジャンピエール・リーブのように彫刻家に転身したり、サルコジ政権でスポーツ賞を務めたベルナール・ラポルテのように、 分野で活躍する元選手も多い現役でありながら、全国紙ル・モンドに連載寄稿する選手もおり、イギリス同様に、フランスでもラグビー選手は一種の社会的ステータスになっている。代表選手の構成は、サッカーやバスケットボールに比べると、ヨーロッパ系選手の割合が目立つが、近年は、スペイン系、 イタリア系、オランダ系、ポーランド系、ベトナム系など、サッカー同様に非常に多彩な顔ぶれになっている。中でも有名なのが、セバスチャン・シャバルで、シャバルもプレー以上にそのカリスマ的な風貌によって、国民的な人気を許する選手でもある。フランスのトップクラブは、国内クラブ競技会であるトップ14に参加する。クラブは、 ノックアウト方式のヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップとヨーロピアンラグビーチャレンジカップにも参加する。2010年スタッド・ド・フランスで開催されたトゥールーズ対ビアリッツのハイネケンカップ全仏決勝はフランス2で320万人の視聴者を集めた。2011年トップ14の決勝はフランス2とカナルで440万人の視聴者を集め ニュージーランドとフランスとの間で争われたワールドカップ決勝戦は TF1 で1540万人の視聴者を集めた。これはフランスのテレビ放送開始以来の最多視聴者数である。ラグビーリーグは1930年代からフランスでプレーされておりラグビーユニオンと同様に南部で最も人気がある。ほぼ間違いなくフランス代表が ワールドカップで決勝に進出し、テストシリーズでオーストラリア、グレートブリテン、ニュージーランドを破った1950年代と1960年代に人気は最高潮に達した。フランスを本拠地とするチームであるカタランドラゴンズが英国を中心とするスーパーリーグに参加しており、これがラグビーリーグの注目度の押し上げを助け、選手数の増加をもたらしている。 フランスでは、柔道が盛んであり、ライセンスを持つ指導者の数、生徒数ともに多い。現在フランスにおける柔道の登録競技人口は50万人を超え、日本の登録競技人口でもある20万人を、はるかに上回っている。最も有名なのが、ダビド・ドゥイエとテディネールの二人で、共にオリンピックの男子100キロ超級の金メダリストであり、連覇を達成している。 ハンドボールもフランス国内で盛んに行われており、2017年の世界ハンドボール選手権では男女ともアベック優勝を果たしている。余暇活動として盛んな競技である。著名選手は排出されていないが、余暇活動として盛んな競技である。余暇活動の中で最も盛んな競技で、これまでに多くの著名選手を排出している。あまり知られていないが、 フランスではセーリングも盛んである。雪の多いアルプス地方ではウィンタースポーツが伝統的に盛んで、フランスでこれまでに開催された冬季オリンピックは1924年、シャモニー・モンブランオリンピック、1968年、グルノーブルオリンピック、1992年、アルベールビルオリンピックの3大会である。フランスにおける野球は、 フェデレーションフランセーズ・レベースボールによるプロ野球リーグが1926年より存在する。一部、二部、そしてさらに位リーグにと分かれており、一部リーグに関しては、ディビジオン案を参照のこと。国際大会においてのフランスの野球に関しては、野球フランス代表を参照のこと。また2014年からは、フランス国内で野球の国際大会を開催しており、 かつて野球フランス代表の監督を務めた、日本の元プロ野球選手、吉田義雄にちなみ、吉田チャレンジとも呼ばれている。ありがとうございます。